フルモデルチェンジを受けて登場した2世代目のホンダベゼル、まあね、とても人気モデルになってますよね。まあ最初にね、写真とか、まあ概要が明らかになった時には、まあなんかね、何に似てるだとか、らしくないとか、そんなようなね、あんまりポジティブとは言えないワードが飛び交ったりもしてたんですけど、まあね、まあ多分皆さんもそう思ってる方結構ね、多いんじゃないかと思いますが、実際に街を走り出してみると、まあなかなか悪くないなという評価なんだと思います。まあ個人的にもね、それはすごく賛同しますね。あの実物の方が、いい車っていうんですかね、そんな感じはします。まあそんなわけでね、すごく人気で、実はね、私の、まあ知ってる人もね、1台買ったんですけども、この、まあつい最近、契約をして、納車は2022年の春頃だという話でした。まあ一番人気のね、プレイだということで、まあそうなっちゃってるんですけど、まあ他のモデルもね、軒並みこう、ね、ちょっと列をなして待ってるような状態みたいな、ヒットになってる。まあそんなベゼル。まあ今までね、ハイブリッドの FF と 4WD、そして、ガソリンの FF のモデルをね、まあ、最初の試乗の時にね、まあ、立て続けに乗って、まあちょっと紹介してきたんですけど、今回ね、改めて、そこで唯一、まあご紹介できていなかったガソリンの 4WD、G の 4WD ですね。こちらをね、まあ借り出して、まあちょっと普段使いに近い形で今ね、使ってみているところです。まずそのパワートレーン云々の前にね、まあベゼルの、まあ改めての一般道をね、まあしっかりの走り込んでの評価としては、やっぱこれはね、基本的にすごくいい車ですね。ボディがすごくしっかりしていて、で、それを土台に足がこう、まあよく動いてね、がっちりとした感じ、包まれ感みたいなものが本当にある。なんかいいもの感があって、で、こう、車体の例えばロールとかピッチングみたいなものもね、しっかり抑えられてて、なんでしょう、長距離、まあ高速道路とかでね、かなり遠くまで行ったりもしたんですけど、長距離乗っても疲れにくいですし、その普段の乗り心地もね、乗り心地がいいというか、いいもの感というんですかね、ちゃんと作られたもの感がすごくある。うん、例えが適切かどうかわからないんですけど、ちょっとね、90年代ぐらいのドイツ車を思い出すようなところがありますね。なんかね、サスペンションはちょっと、まあ、どっちかというと、なんだろうな、腰がすごくある感じ。だからね、ゴルフ3ぐらいの感じを、ちょっと僕は思い出してるんですけど、ああいうね、実直さみたいなものが感じられるなと。なんかものすごい新しい感じかというと、まあ正直ちょっとそういう感じではないかなとは思うんですけど、なんかね、うん。こういうの好きな人は、日本の特に車好きのね、人だったら結構多いんじゃないかな、なんてことをね、思いながら乗ってますね。そしてまあこの車は、G ということで、まあガソリンエンジンと CVT の組み合わせ。まあ今回ね、このエンジンは、まあ完全新開発ではないですけども、ヘッド周りとかね、まあ新しくしてて、正直パワーとかスペック上はね、それほどまあ見るべきところはないんですけども、一般道でね、普通に走ってる分には、まあ、十分かな、ぐらいなところでしょうか。ただね、じっくり乗ってみると、まあ、言いたいことも多少は出てきて、アイドリングストップからの、ちょっと立ち上がりが、やや遅かなと。まあ、ブレーキ離すんじゃなくて、アクセル踏むとかかるっていうのは、まあ、悪くないと思うんですけど、ちょっとね、時にね、もうワンテンポ早くかかってくれないかなと思うことがありますね。あとはこう車全体を貫く印象とまあ通ずるところがあるんですけど、特に発進の時なんかはちょっとねアクセル多めに踏んであげないと立ち上がっていかないというか、正直こう周りの流れに置いてかれ気味なことがあります。早開きでビュッと出るのがいいわけじゃないんですけど、ちょっとねトルク自体もないので、まあその辺はね街中だとちょっとかったるいかなと思ってしまうところがありますね。あとは、ま、タイヤに起因するちょっとゴロゴロとした感じっていうのは、やっぱこの、銘柄というか、だと、ちょっと出てるかなと。正直ね、上級グレードにミシュラン使ってるわけですけどね、このベゼル。ミシュランがやっぱ感触がいいので、それに比べるとちょっとね、ゴロゴロ感とか、細かな不正を拾いがちっていうところでは、うん、こっちの方がね、ちょっと安く感じちゃうかなっていうのは、まあ、あるかなと思います。で、ハンドリングも、ガソリンモデルは、バリアブルレシオじゃないんですよね、ステアリングがね。だからちょっと、
機敏な感じではないかなというところですね。でも実はこのベゼルって、ヨーロッパもほぼ共通スペックで、まあヨーロッパはハイブリッドだけですけど出してる、まあグローバルスペックなんですよね。だからそこで直進性とか、スタビリティとかそういうの考えてこれがね、まあここについたというので、まあそういう性能は確かに高速道路なんか走っててもすごく安心感あるしいいんですけど、まあキビキビ楽しくっていうところよりかは本当まあゴルフ3なわけですよね。はい、そんな感じがするね、走り味だなというふうに思います。で4区、これね、まあ、ホンダも、ホームページとか、まあ、そういういろいろなところで歌ってますけども、このセグメントね、モーター駆動の後輪をね、持つ車が増えている中で、ね、直結というかプロペラシャフトで駆動するんですよね、リアタイヤをね。でそれを生かして、しかもオンデマンドというか電子制御クラッチで後輪にトルクをね供給するタイプなんで、実は結構普段から四駆で走ってます。高速道路なんかでも、まあ、ここトルクメーターをね表示できるんですけど、ちょっと踏んだ時とかもリアもグッと駆動してる感じがある。正直ね、まあ本当仙台ベゼルとは違って、ボディしっかりして足よく動いてと言いましたけど、それでねリアタイヤもしっかり使えてる印象ある車なんですけど、それがねこの4駆だと本当に高速での安心感とかはねすごく強いですね。雨の高速道路の往復とか雨のワインディングとかも走ったんですけど、そのね、まあ、リアがしっかりとくっついてくれてる感じっていうのはね感じられて、とてもね印象いいです。まあちょっと最初にね、なんかダメだなと思ったポイントみたいなところ並べちゃいましたけど、本当にね、まあ、いわゆる、なんだろうな、ビュッと踏めば出て、キュッと曲がるみたいなことをやってないっていうのは、実は長く乗っていくうちにね、すごいこれね、いいところになるとか、飽きないというか、うん、まあ本当、まあ何度も言っちゃうけど、ゴルフ3的なね、安心感、道具としての、うん、相棒感はね、これはいいんじゃないかなと。だから実は最初にちょっと言いましたけど、乗ってくうちにね、まあこんな感じがいいなっていう風に個人的には思い出してます。まあ正直もうちょっとトルク欲しいなと思うんですけどね。そして燃費もまああんまり、思ったほどは伸びないかなというところで、今もうちょっとね、ちょっと見てみると、はい、平均燃費 11.9 キロと出てます。ちょっとこれだと物足りないかな。はい、まあ本当はね、もう 1,2 割走ってくれるといいなというところなんですけども、はい。まあだからこれもね、本当もうちょっとトルクがあったら、アクセルね、踏み込まないでいいような気がするんで、まあそこだけちょっと、まあ残念ポイントではあるんですけど、ともあれね、ベゼルは本当にね、実直に作られた、まあいい車だなというのを、まあ改めてね、確認することができました。そしてその中でも、この 4WD ですね。これはね、そのらしさがさらに引き出す、うん、車だなと、選択だなというふうに思います。だから自分だったら、まあガソリンかハイブリッドはまあともかくとして、やっぱこの 4WD、せっかくのね、この直結というか、ね、そういう四駆なんで、これがいいだろうなというふうに。うん、思いますね。おそらくね、もう本当こういう車選んだら、長く気持ちよく、うん、相棒としてね、付き合うことになるというかね、うん、気がついたらずっとそばにいるみたいな車になるんじゃないかなっていうようなね、印象を受けましたね。